では国連丸男子 3000m 競走がスタートいたします。出場選手ピースナンバー33番池田洋平晴れ坊、188番西川雄一郎住友電工、276番葉月康弘東洋大学、70番服部弾馬高エネ、320番ジョンソン・ボゲニ留学館高校、191番ビクター・キクタイ城西大学、117番楠安成アミ AC、 7番荒井並美ホンダ、ペースメーカー34番ジャスタス・ソゲットホンダ。以上ペースメーカー加えて9名のスタートです。はい、男子 3000m スタートしました。ターゲットタイムは7分50秒、ホンダのソゲット選手が1周62秒台で引っ張ります。さあ女子もね、好記録が出れます。男子も好記録目指しましょう。はい、30秒後、400m、 はい、61秒4、はい、いい入り。外国人選手の次についている4番手が荒井君、本田。深川記念大会では、3分36秒の 1500m で日本歴代3位の好記録をマークします。その後ろは服部君。さあ、レース安定してるからね、合わせるよ。はい、800m、 はい、62秒1、2分3秒。さあ、いい感じ。さあ、力まないよ、 1000m。 メートルは2分35秒。はい、予定通り入ったよ。さあ、くん、そこ開けないでいこう。そうそうそう。さあ、シベスタック界の 3000m では遠藤君、住友電工が7分52秒で走っています。このあたりの記録も一つ目指してほしいです。さあ、そこ開けないでいこう。まもなく中間点の 1500m。 はい、先頭ペースメーカーで3分53秒0。さあ、このまま行くと7分40秒台。さあ、記録狙えるよ、今日は。はい、62秒4。さ
ペースメーカーの後ろまで着きたい。さあ、ライクは服部くんいいよ。さあ、池田くんもそこ開けない。さあ、大学生、勝木くんもいいぞ。そう、少しずつ詰めていこう。ペースメーカー詰めていこう。さあ、新井君と服部君は50秒切れるよ。はい、2000m。さあ、新井君のところで63秒台。新井君と服部君は5分13秒、設定通り。いいよ。そうそう、詰めていこう。そう、いいぞ。はい、60秒6。上がり1分30秒で7分40秒台。さあ、浮かないようにね、浮かないように。あやと一周。はい、6分49。はい、後ろ6分54。はい、ここ60切ってかよ。60切って。あやと300。はい、2800。7分19。服部君7分20。はい、勝木君7分24。はい、今7分30。はい、ピッチ上げて。7分40。最後で7分45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、8分。おめでとうございます。新井選手、なんだか狙いを定めてこうじっくりと追い上げていった、そんなレースに思ったんですけれども、ご自身ではいかがでしたか？先週の土曜日に、遠藤が組み止めていこうね、遠藤が行けるといいなと思ってます。今日は選手と違ってペースメーカーについていく選手もたくさんいたので、そういう周りの選手に関して今日は特別に素晴らしいです。もうこの優勝をとりあえず一段落、そして次なる目標というのはどんな感じで立てられてますか？直近で言うと、もうシリーズでは初めの予選はペースメーカー賞もなっているので、ここからは自分の走りではなくて中距離のために引っ張りました。わかりました。引き続き
き応援していますので頑張ってくださいね。新井菜々美選手でした。おめでとうございます。